第4競争です。第4競争メイクデビュー阪神2歳新馬です。デビューを迎えました金賞の登場です。ダートコース 1800m。1番バックトゥザライト、チニスターミンスターの3、馬体重は498キロ、9と全馬初出走です。岩田未来55キロ。2番サンデーファンデー、鈴鹿コーズウェイの3、542キロ、武豊55キロ。3番コパノパサディナ、コパノリッキーの3、528キロ、角田大河53キロ。4番ルガル、ブラメンテの3、522キロ、松山康平55キロ。5番クールブロン、父はドレフォン536キロ、クリスチャンデヌーロ55キロ。6番スピドン、アメリカンファラオの3、498キロ、川田優雅55キロ。7番クリノトランプ、エイシンヒカリの3区です。546キロ、和田隆二55キロ。8番レイジングスラスト、ロゴタイプの3区、530キロ、古川奈穂51キロ。9番アウトレンジ、レガーロの3、492キロ、横山典弘55キロです。デビューを迎えました9頭です。阪神競馬第4競争メイクデビュー阪神、発送までお待ちください。阪神競馬第4競争メイクデビュー阪神、2歳新馬です。ダートコース 1800m、 初出走の9頭、スタンド前での枠入りです。日差しが一段と明るさを増してきました。さあ、その秋の日に照らされて枠入り、
最後に8番レイジングスラスト収まりました。スタートしました。まず1コーナーへ向かって2番サンデーファンデー、そして4番ルガル、2番手3番手7番クリノトランプ、外からは8番レイジングスラストです。内に1番のバックトゥーザライトがいて、その後ろに6番キュピドンです。あとは3馬身差5番のクールブロンが行って、さらにアウトレンジ後方から2頭目内3番コパノパサディナ、わずかに最後方。各馬1コーナーをカーブしていきます。先頭は2番のサンデーファンデー、2コーナーを迎えます。リードが1馬身、4番ルガルが2番手です。あとは1馬身差、外に7番クリノトランプ、内が1番のバックトゥーザライト。向こう正面から3コーナーへ向かいます。ここで外から9番アウトレンジ、ポジションを押し上げて今4番手のところ、馬群の中6番キュピドンです。残り 1000m 通過、その外8番レイジングスラスト、さらにその外5番クールブロン、3コーナーへ向かいます。2馬身差最後方3番コパノパサディナ、各馬これから3コーナーを迎えます。残り 800m を通過、2番のサンデーファンデー先頭です。リードは1馬身、2番手が4番ルガルです。そして外半馬身差7番クリノトランプ3番手、前は残り 600m を今通過、中段には1番のバックトゥーザライト4番手の位置、差を詰めていきます。あとはキュピドン、外9番アウトレンジ、さらには外から手が動いて5番のクールブロン、4コーナーへ向かいます。あとは6番キュピドンちょっと後ろです。第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。2番のサンデーファンデー逃げています。リードが2馬身、追ってくるのは1番のバックトゥーザライト、あとは4番のルガルもちょっと伸びがない。外からは9番のアウトレンジを追い込んできて今3番手に上がった。逃げる2番のサンデーファンデー、サンデーファンデー、そして1番のバックトゥーザライトが2番手、3番手はアウトレンジ、2番のサンデーファンデー逃げ切りました。ゴリ2番手1番バックトゥーザライト、3番手9番アウトレンジ、先手を取った2番サンデーファンデーが逃げ切って、デビュー勝ち、勝ち時計1分55秒7、武豊騎手です。2番手が1番バックトゥーザライト、その後やや離された3番手は9番アウトレンジ。阪神競馬第4競走ダートコース 1800m のメイクデビュー阪神2歳新馬戦、鈴鹿コーズウェイ3区サンデーファンデーです。1番のバックトゥーザライトが2着3着9番アウトレンジ、以下4着は3番コパノパサディナ、5着5番クールブロン。第4レース確定までお待ちください。2番のサンデーファンデー逃げ切り勝ち、武豊騎手とのコンビでした。鈴鹿コーズウェイ3区1番審査の2着に1番のバックトゥーザライト、その後9番のアウトレンジが3着というダート 1800m の阪神の2歳新馬戦でした。では2番1番9番の最終オッズです。5番人気6番人気1番人気の順です。単勝2番 21.4 倍、枠連1に 77.9 倍、馬連1番2番 93.0 倍、馬単2番1番 202.8 倍、3連複1番2番9番 63.1 倍、3連単2番1番9番 815.3 倍です。最後の直線ご覧いただきます。まあ、後続どんどん追い上げてくるんですが、その足色というのはほとんど鈍りませんでした。サンデーファンデー吉澤ホールディングスの勝負服、武豊騎手に導かれて、母の父にスマートボーイなんて名前があると、ああそういうところが似てるのかななんていうふうに思いましたが、阪神4レースの新馬ご覧いただきました。時計は1分55秒7でした。確定までお待ちください。